ます？お、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。各話のゲットインスムーズ。さあ準備が整いました。マーチステークス12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。サカラートがかわしていました。そして外からはブラックコンドル、クルーリンガー、早くも2番手に行く構え。まもなく第1コーナー差し掛かります。9番ユートピアが上がってまいりました。外を通ってレバーズガール、1番ハードクリスタル、それからスターキングマン。第1コーナーにカーブを取って第2コーナー外から1頭サミーミラクル、そしてその後ろからカフェオリンポス、片野北斗メガワ、この辺りその外にトップオブワールド、それからタイキエニグマ。流れるようにレースが進んでおります。先頭はブラックコンドル、接近に行きました。この辺りちょっと離れているユートピア、バラバラになっています。クーリンガーがその後ろ、レバーズガール、内を通ってサカラート、そして6番手に1番ハードクリスタルであります。それからスターキングマン、その外からはサミーミラクル。中山のスタンドが揺れています。
戦闘行く青い帽子はブラックコンダル、外から一頭ユートピア、さあ戦闘はブラックコンダルが一馬身リード、外からはユートピア、外から差を詰めてきている。肩の北斗目が戦闘はブラックコンダル、待機エニグマ抜群の手応え、戦闘北村とブラックコンダル、肩の北斗目がかわした。肩の北斗目が戦闘内、待機エニグマ外、肩の北斗目が内か外か、二頭の争いになった。気を取り直して行こう。1着6番、2着5番、3着1番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。君ちょっと痩せた？体重はバッチリだね。いい感じだね。元気だね。体重はバッチリだね。体重はバッチリだね。元気だね。いい感じだね。はい、何です？はい、何です？いい仕上がりだね。いいね。嬉しいか？よしよし。今週はレースがあるよ。元気だね。嬉しいか？はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。
ただいまより投票受付を開始します。監修の熱気が夜空へと吸い込まれているかのようであります。帝王賞のスタートです。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。どうしても鼻を切りたい3番ユートピア、やはり行きました。そしてその後ろから6番モエレトレジャー、1番ナイキアディライト、そして4番手に4番ケージイチからであります。外から1頭5番東進ブリザード、クーリンガー、ちょっと離されまして、スターキングマン、ストロングブラッドがその後ろ、それから11番タイムパラドックス、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー片野北斗ベガはこの辺りプールアイバー。もう一度先頭から行きますとナイキアディライトがレースを引っ張るようになりました。これを追って6番モエレトレジャー、前での競馬ケージ1からと鈴木騎手、それからもう1頭5番東進ブリザード、そのうち3番ユートピア、その後ろでやりましょうか。2番クーリンガー、この辺りちょっと離れている9番スターキングマン、そして外からはストロングブラッド、11番タイムパラドックス、片野北斗ベガ、この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。さあこの夏一番の大歓声が都心を揺らしています。片野北斗ベガはまだ後方、片野北斗ベガピンチ、さあ先頭はナイキアディライトが丹波新リード、ナイキアディライトが抜け出した。先頭はナイキアディライト、外からはモエレトレジャー、さあ抜けました。ナイキアディライト、タイムパラドックスが2番手、タイムパラドックスかわした先頭に立った。内から2番ブーリンガー、タイムパラドックス1着帝王賞。気を取り直して次行こう。1着馬がレースから帰ってきたね。